こんにちは。人からわかる3分美術史。今日はカミーユ・コローについて勉強していきましょう。ジャンバティスト・カミーユ・コロー、1796年生まれ、フランスの画家であり、新古典主義と印象派をつなぐ風景画家として知られます。コローはフランス革命の最中であったパリで帽子屋の息子として生まれました。両親が営む帽子屋は繁盛しており、経済的に恵まれた家庭にコローは育ちます。コローははじめ家業を継ぐために商人としての修行を受けました。しかし画家を志していたコローは、夜はアカデミー修理室で絵画を学びました。そして1822年、26歳のコローは親に許されて商人を辞め、画業に専念するようになります。そんな中コローは同い年の風景画家であるアシール・エドナ・ミシャロンに師事。ミシャロンが若くして病死すると、ミシャロンの師であったジャン・ビクトール・ベルタンに入門します。ベルタンは新古典主義の潮流にある風景画家の一人であり、彼らはありのままの風景でなく理想的に再構成した風景を描きました。コローもその影響を受け、新古典主義的風景画家として出発することとなります。コローの初期の作品として知られるのが、バジリカのアーケードから眺めたコロセウム。1826年、コロー29歳頃の作品です。細部の描写を省き、色調の変化や量感を強調した画面が特徴となっています。これ以後コローは次第に画家として存在感を高めていきます。コローの作品を見ていきましょう。シャルトル大聖堂、1830年、コロー34歳頃の作品です。ニンフの踊り、1851年、コロー55歳頃の作品です。この時期のコローは極めて幻想的な画面となっています。モルト・フォンテーヌの思い出、1864年、コロー68歳頃の作品です。コローは1875年に78歳で亡くなります。コローは生涯にわたって独身であり、自分の作品を子供と呼びました。そして各地を旅しながら制作を続け、その生涯を風景画に捧げました。コローはフランソワ・ミレーやフランソワ・ドービニーらとともにバルビゾン派の一人に数えられます。また印象派に連なる画家たちに支持され影響を与えました。現在においてもコローは新古典主義と印象派をつなぐ重要な画家として知られています。以上、